ジョージ・トゥポー・五世は、トンガ国王。本名を、シアオシ・トー・ファーハウ・マヌマタオンをつくアホ・ツポー・ブイと言う。なお、シアオシは、ジョージのトンガ語における天下であり、トンガ語に基づいて、シオアシ・トゥポー・五世と表記されることもある。元国王、タウ・ファーハウ・トゥポー・四世とハライバル・マタアホ、ハラバール・マタアホ王体号の長男で、1966年5月4日に、王太子となった。 スイスの小学校、オークランドの中学校に通い、イングランドのオックスフォード大学、サンドハースと王立陸軍士官学校で学んだ。王太子時代からトンガの政治に大きな影響を持ち、1979年から1998年には外務大臣を務め、トンガや国外でかなりの財を成した。2006年9月11日に王位を継承し、初代と以下のクポルツ。 アイコングカップルから数えて23代目のトンガ国王に即位。王位について最初の宣言は法律に従い事業をすべて止めるというものだった。2006年のトンガ動乱の影響で、大冠式は2008年8月1日に日本の皇太子、ナルヒト親皇など世界各国の皇族、王族や要人らを招いて行われた。二千十二年三月十八日、 香港の病院で法御。六63歳ボートゥポー5世には、王位継承権のある、王子女がなく、仲を弟のファタフェヒフェイトフェ、アレイバハーママをツクアホ王子は、両親や兄に先立って2004年に皇居していたため、自帝の元首相ウルカララ、ウルカララロバーカータ王子が、トゥポートアラバカツポート、エイロバーカ王夫と,として建てられ、王位を継承し、トゥポー6世として即位した。 トゥポー5世に結婚歴はなく、着室師はいないが、非着室師の娘がいる。しかし、トンガの憲法により、この女子に多い継承権はない。ありがとうございます。